日本の競争は、主な勝ち倉は2019年のデイリーハイ2歳ステークス。前弟に2020年のデイリーハイ2歳ステークスを優勝したレッドベルオーブがいる。場名の意味は、冠名、美しい日。立東、藤原秀明旧社に入級。2019年6月23日阪神の新馬戦に2番人気で出走。 1000メートル通過ラップが64秒7の超スローペースの中、2番手でレースを進めると、直線では逃げ粘る名称菩薩との一騎打ちを首させしてデビュー戦を飾った。4ヶ月半の休養後、11月9日京都のデイリーハイ2歳ステークスに3番人気で出走。道中後方を2番手で追走すると、直線では馬場のインから鋭く足を伸ばし、 後方から追い込んできたウィングレーテストに一場身本差をつけて重傷発制覇を果たした。中3週で朝日杯ハイフューチュリティステークスにクリストフスミヨーンキ手シュアン城で出走するも10着に敗れた。その後、レースに復帰することなく2020年10月17日付で JRA 競争場登録を抹消し現役を引退した。引退後は 北海道新日高町のアロースタットで種ボバとなる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。